皆さんご視聴ありがとうございます。本日木曜日やっときました。 POTW ワールドワイド4月19日の週刊 FP がやっときました。パチ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 、ついに来ましたね、週刊 FP メッシ。すごい当たる気がするんですよね、なぜか。でもね、メッシよりも欲しい選手がいるんです。それがこちら、シモーネ・ベルディ選手。僕持ってないんですよね。ナポリの選手集めてるんですけど、シモーネ・ベルディ持ってないんで、ゲットしたいです。はい。で、あとは、この選手、ベルナルド・シルバ。この選手もめちゃくちゃいい選手ですね。まだ24歳と若くて、でもレベル上限は47と、割と育てやすい方かなと思います。はい。あとは、なんといっても、このイタリアの悪童、バロテッリ選手ですね。今、マルセイユで、フランスのマルセイユで、酒井宏樹選手と、一緒にプレーしているバロテッリ選手なんですけれども、この選手移籍してからの活躍がすごいですよね。ゴール後のパフォーマンスも一回話題になりましたよね。ゴール決めた瞬間に近くにいたカメラマンから携帯をもらってインスタライブを始めるっていう、非常にいい選手ですね。あとはこちら、アトレティコマドリードのサウール選手。通常のサウル・ニゲスも相当使いやすいんですよね。総合値91なんですけれども、ダブルタッチとか持ってるんですよ。かなり使いやすいですね。で、この選手も24歳で、レベル上限は47と、割と育てやすい方かなと思います。まあ、あとはロバートソンであったりとか、こちら、ブリント選手ですね。まあ、とりあえずやっていきましょうかね。雷が鳴れば、シューバかメッシが確定かな。はい。はい、じゃあやっていきましょう。よし、雷が当たればメッシかベルナルド・シューバー確定なんでやっていきましょう。結構ツイッターの報告とかだと、金とか銀が出やすいって言うんですけど、なんかメッシが当たりそうな気がするんですよね。なんで引いていきましょう。まずはビチーから。レッツゴー。あー、コンか。黒来い。うわー、金か。ずれるか。オッケー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 。さあ、誰だ。来た、ロバートソン。僕あのアーノルド持ってるんですね、 FP のアーノルドだから、リバプールの両サイドバックが揃ってしまいました。ありがとうございます。お、なんか変わった。詳細はこちらの選手は24歳で50レベルまで上がると。あ、結構適正できますね。やっぱアーノルドみたいな感じですね。で、能力値がフライパスも、あ、ポジション適正工場を使えば中盤とかも良さそうですね。なんかディフェンスセンス、ボールダッシュもあってます。サイドバックなんで当たり前なんですけれども、まあスピード瞬発力もあると、でスタミナもあると、うん、まあまあいいですね。でスキルもバックスピンロブ、ピンポイントクロス、テンダンテイダンドロブ、キャプテンシー、闘争心と、プレイスタイルが攻撃的サイドバックとなっております。はい、ありがとうございます。オッケーオッケーオッケー、いいですね。じゃあ2回目いきましょう。さあ2回目で来るかな、メッシ、レッツゴー。わ、やばいぞ、来ないぞこれは。そして金、黒来るか。お、ずれる、いいね、いいね。さあ誰。おー、サウール来たー。マジめちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ使いやすいと思うんですよね。なんか見方変わりましたね、少し。変わってないですか。グランダパス85、もう全然めちゃくちゃバランス取れてますね、この選手。で、確かボックス2ボックスなんですよね。で、コンディション安定度も7と非常に良いですね。ほら、スキルがね、ダブルタッチ、ルーレット、めちゃくちゃいいんですよ。で、遠目からシュートも打てますし、ワンタッチパスがついてるのでかいですよね、中盤の選手で。はい。オッケーオッケー、いいですね。さあ、じゃあラスト行きましょう。なんかすごいメッシが当たるとか言ってたんですけど、当たる気がしなくなりましたね。最後は銀とかで終わらないでよ。フラグ回収しなくていいからね。レッツゴー。バー、ならなかったー。あ、でも黒来た。バロテンリ来い。あー、ロバートソンかー。オッケー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 。経験値爆発で狙っていきましょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。